学マーケティング専門家の BTS が成功した理由に疑問の声。内容はこちら。音楽マーケティング専門家の BTS が成功した理由に疑問の声が噴出しているようです。では、ハローアキラさんのツイートより内容を見てみましょう。ハローアキラ。私はそう思いません。日本のメディアがそれを後押し。ゆるパンダもそうは思いません。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。社会問題への高い意識。何言ってんだか。上の者に言われて動かされてるデク人形じゃねえか。てめえらの意識なんぞみじんもない。かっこつけてんじゃねえよ。みんなお見通しですよ。次はこちら。YouTube アカウントを複数準備し、お互いに共有して違う端末から YouTube での曲の視聴を行い、不正に再生数を水増し。そうですよね。水増しの件もちゃんと報じるべきですよね。次はこちら。広島長崎を揶揄してもか。どこが社会問題への高い意識だ。売り込むための偽善でしかない。原爆シャツ着た奴らがよく言うわ。かっこ笑い。意識が高いなら原爆 T シャツを着ることもないし、ナチスみたいな格好もしないし、散々やっといてちょっと言われた時だけ被害者面しない。BTS はジェンダー問題や社会問題に声を上げる資格はないと思います。最後はこちら。勝手に成功したことにしているわら。これがメディアによっていいように見せられてんのが一番社会問題。こうやって誤った偏向報道をするマスコミは一体。メディアの BTS ゴリ押し、韓国ゴリ押しにはもううんざりです。音楽マーケティング専門家は、BTS は社会問題を歌うグループと言ってますが、原爆 T シャツも社会問題のために着用したのですか？わざわざ3月11日に公開した津波を彷彿とさせるミュージックビデオも社会問題のためにやったのですか？説明してください。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。